くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる？くるぶしです。ということで、今日はですね、ちょもちゃんのデスク紹介、の回がありましたけれども、くるぶしもですね、パソコンをちょっといじり始めてから、まあちょもと出会ってからね、あのいろいろあのちょもちゃんに譲っていただいたり、ちょもちゃんから買ったり、して YouTube 始めて1年半弱ですけれど、そんな中で、揃えてった、デスク周り、作業場ですね、作業場の、紹介をしていきたいと思います。それではレディーゴー。デスク周り、まあ YouTube やってる方だとやっぱり一番使うのが、パソコン、パソコンなんですが、こちらはですね、ちょもちゃんに、譲っていただいた、MacBook Pro、の2012の、フルスペックでございます。僕はそんなに今までパソコンを使ってこなかったんですけれども、わ、パソコンってこんなにいいんだなっていうね、あのことを教えてくれたパソコンです。ちょもちゃんがですね、大事にしてたパソコンなんで、これからもずっとこのパソコンで、2012で、新しいパソコンを買ったとしてもこの子は大事に守っていきたいと思っております。はい、でこちらがですね、最近、買った、マジックキーボード、Bluetooth の Mac の、キーボードです。1万円ぐらいでした。でこちらが、ちょもちゃんからいただいた、なんだっけこれ名前触るやつで、俺結構マウスを使うんで、これもちょもちゃんからいただいた、マジックマウスでございます。この2つはね、電池式になってて、これ最近買ったやつは、充電式のやつです。でこれはちょもちゃんからいただいた天気ですね。あのパスワードとかよくこっちで打ったり、何かと使いますね。最近ですね、この、パソコンをちょっとね、あの上げて固定というか、この底上げして、置いておける、この台を買いまして、でこの下にですね、今、生配信で使っている、ギターとかの、ミキサー、ギターマイクとか、ギターとかの、ミキサーがここに、スポット入っております。こちら、デュアルモニターで、このパソコンとこのモニターが、一緒につながってる状態ですね。分かりやすく言うと、この、今 Google で開いたんですけど、この画面が、こっちにも行っちゃうっていうね、2画面で、今編集とかをやってます。こっちはシフォンちゃんがいます。可愛いでしょはい、このモニターはですね、27インチの、LG のモニターなんですけれども、もう中古で、もうとりあえずちょっとあの編集がですね、あのちっちゃいモニターだと厳しくて、ちょっとやっぱ大きめのモニターが欲しいなと思って、これね1万円ぐらいで中古で買いました。でも全然、バリバリ使える、結構ねベゼル、枠もね薄くて、画面も結構ね見やすい感じで、全然使えます。とただねこれ、スピーカーがついてなくて、ちょっとこれ単体では音が出ないんですけれども、それぐらいかな欠点は。でも安くて最高の買い物でした。でこの上についてるのは、最近ゲーム配信を、個人アカウントでやってるんですけど、それの、プレイステーション4のカメラが、上についております。でプレステ4は今デスクの下で、スリープ状態になってますはい、プレステ4のコントローラーもあります。上に、こっちが青いのが、ゲーム配信用のヘッドホンと、右が、音楽用のヘッドホン、でこれがですね、ち
チョコちゃんに教えていただいた、キャプチャーボード、というものです。で今、スピーカーはですね、ここに今ちょっと見にくくなっちゃってるんですけど、これは JBL の、USB で、給電するタイプの、スピーカーが LR で、2発ついております。これでいつも、最終チェックをしておりますそんなところかな。はい、最近買って、よかった、デスク周りの商品、こちらですね、アンカーの、チーの、置き充電ですね、これめちゃくちゃいい。今まで置き充電、本当にもう1000円しないぐらいのこういうやつ使ってて、なんか反応がやっぱ 悪くて、で、もういいやと思って、やめちゃったんですけど、これはもうすごく反応も良くて、いいですね。まあ、こんな感じでポンと置いてもらえればもうすぐ充電。なんか結構配信やりながらとか、やっぱケーブルをね、してると邪魔くさかったり、して立てかけながら、できるんで、こうちょっと見ながら、できる感じですごくいいです。これね、タイムセールとかでよく出てるんで、アマゾンの、ぜひ皆さんよかったら買ってみてください。これチョボちゃんとお揃いで買った、ニトリの、グリーン置物、これ600円ぐらいだったかな。めちゃくちゃ癒される。デスク下にはキャノンの、プリンター、これが何番だっけな、 TG の3230っていうやつね、6色の、鮮やかなやつ、これもね、でも言うても1万4000円ぐらいで買ったかな、うん、これもすごく重宝しておりますはい、ざっとまあ、こんな感じ、1年半ぐらいで、集めた、デスクです。今の、YouTube やってる方よりはかなり、いろんなものを安く、済ませられた感じ、まあ、チョモちゃんのおかげでですね、結構安く、安いが一番、安いが正義まあでも結構、そんなにお金をかけなくてもまあ一式揃えて、YouTube の、YouTube の編集とかもね、全然できる感じなので、ぜひ皆さんも、ちょっとやってみたいなっていう方いたら、そんなにね、高くなくてもこれぐらいできるぞっていう、と思うんで、ぜひよかったら、始めてみてください。今日はくるぶしのデスク紹介、お送りしました。おまけで、この間ちょっとですね、ここで、ちょっと飲みながら、配信をやった時の映像をおまけにつけておきます。ぜひそちらもご覧ください。今日はご視聴ありがとうございました。バイバーイ。いや、出会ってんじゃねえや。出会ってんじゃねえや。こいつマジで。当たり前になってんじゃねえや。海行ってんじゃねえよ。海行ってんじゃねえよ、こいつ。マジで。こいつマジで。ほんと。俺が沈めようかな。